川崎機28、ボブ機28は、第二次世界大戦前に試作された日本陸軍の戦闘機である。設計、開発は、川崎航空機、設計者は、土井武を。95式戦闘機の後継機として、中島、三菱との協作になったが、中島の機27に審査で破れ不採用となった。昭和十年に、陸軍は十五式戦闘機の後継機の試作を、 中島、三菱、川崎に指示した。これに従って、川崎が開発した試作機は昭和11年11月に完成したが、中島の機27、三菱の機33などの機体と異なり V 型12機頭の液冷エンジンを搭載していたことが、本機の特徴であった。機28の基本設計は、過去に不採用となった記号を発展させたものであり、 尾翼の壮大部分を除いて、全金属製の機体と固定客を持つ、低翼感知レパー方式の単容機であった。同年11月から翌年4月にかけて3社の試作機の審査が行われ、機28は、ライバルよりも、速度、上昇力、加速性など多くの部分で優れた成績を示した。しかし、高速であるがゆえに旋0 0 0回半径が、 他社の機体より大きくなることが問題とされ、搭載していた水冷式エンジンの信頼性を不安視する声もあり、結局不採用となった。しかし、機28で川崎が得た貴重な経験は、後の機60や機61の開発に生かされることとなる。機28は試作機でありながら、連合軍のコードネームとしてボブが与えられている。これは機28が、 連合軍では97式戦闘機として正式採用されたものと誤認されていたことによる。また、機28の機体設計は95式戦闘機の性能強化プランの検討にも活かされたようで、こちらも不採用に終わったものの1937年に提案された95式戦性能工場第2案型は、機28と非常に類似した機体形状であることが現存する写真から、 確認できる参考画像ありがとうございます。